これすぐ喋れますよ。こんばんは、ソータとジュノンとリョウキです。はい、ということで、インスタライブは、3人で行きます。今日の0時にね、スマイルアゲインが配信されましたが、皆さん、曲自体も聴いてくださった方もいるんじゃないでしょうか。聞いた、いかがでしたでしょうか。よかった、よかった、いいね、かっこいい、かっこいい、ソータ、ソータうるせえ。いかがでしたか。こいつ緊張してんの。聞いたよ、どうでしたか。かっこいい、新曲素敵だった。おお、ほらほらね、ほらね、やっぱまあまあまあ流れてるから、まあまあまあそうなんだけど、そうなんだけど、この数はだから、そうそうそう、やっぱ俺ら来てるよ、来てる、俺らの来てる奇跡はこれからなんだ。俺ら来てる。さっき涙出たっていうコメントもありました。涙出たっていうコメント、本当ですか。本当に見せて、ちょっと見せてください。ちょっとその涙見せて。涙は見せれないということで。見せれない、見せれない、はい、そうなんだ、そうなんだ。マジか、結構ショック受けてる。だいぶショック受けてます、涙見れなくて。いやということでね、まあインスタライブはこの3人で、魅力をね、まあ本当見てもらう前に話すとすごい難しいんですけど、できるだけね、頑張って皆さんに伝えてきました。そして何より伝えたかったのは、この瞬間に一緒に、4万人の人がね、スマイルアゲインを、そう、スマイルアゲインを一緒に待ってくれてるっていうのがすごい嬉しいですし、この公開前からあのスマイルアゲインをすでに盛り上げてくれたことっていうのを感謝を今日伝えたかったので、この3人からは以上になります。またねー、バイバイ、スマイルアゲイン、アゲイン。